今私がやってるのはもう芭蕉詩で青岩皮詩で、それと、まあ、三ツ又詩で楮詩、そういったものですね。でまあ、それらはもう、まあ、一応全体ひっくるめて大体、まあ、沖縄ではあの琉球詩というふうに表現はしてますけど、その手すき和紙 の、まあ、いろんなその植物の名前、こういうふうに、まあ、芭蕉詩とか三ツ又とか楮とかそういうのを、まあ、材料として使ってるわけですからね、あの、まあ、その各自この紙の特色が全然あの違ってて、まあ、それその植物が何ていうかな、まあ、紙にした時もあの、まあ、その紙の表現などそのあの質感なども全然違ってくるし、そういうことですね。この自然の流れでもちろんやってるし、で、まあ、近くに湧き水もあるし、水が豊富にある。そしてその水が紙に、まあ、水はもうやっぱり紙すきにとっては命ですから、まあ、あのおかげさまでそのすごく、まあ、いい紙ができると思うんですけど、まあ、コツコツこういうふうに一枚一枚や作り上げるという、決して別にあの焦る必要もないし、もうそれはもう自然の流れで作っていくという、まあ、それが今の自分 の、 あの、まあ、今やり方というか、ね、手を加え時間をかけて、そうしてその、まあ、最後は紙になるという、まあ、そういう、まあ、まあ自分でも不思議なんですけど、やはりこういう手間暇かけてこういうね新たなまたその命があの生まれるわけでね、紙として、まあ、どんどんその、まあ、あの琉球和紙の良さを、琉球詩の良さ、芭蕉詩、まあ、こういうの、まあ、良さをですね、やはりあの広めていこうかなと、まあ、努力したいですね。大体2時間ぐらい炊いて、でそれで1時間ぐらい大体あの、まあ、余熱であの、まあ、煮えるようにするんですけど、まあ、今回ちょっと原料が硬いんでわざわざもうあえて一晩そのままあの沸騰したお湯の中で一晩つけとくという、そうするとムラなく原料が煮えるという、そこの違いですね。
まだそのあのアクが出てくるんで、まあ、そっから下から流れるようになってるわけですね。そこからまだ少しあのあれかな、あのアクのこの色が少し出てるんで、これがまず透明になるまで時間をかけてあの流しっぱなしですね、水は。白川についてるこの黒川っていうのがあってですね、その外側の川なんですけど、その黒川を今その取り除いてる作業ですね。で、まあ、チリ取りとかチリ寄りとかそういうふうに言われてますね。ちょっと長いのは少し半分に切ってですね、常にその水の中でやるということですね。でこういうふうにあのやろうとしてもなかなか落ちないんですよ。ですからいつもこういうふうに水に浮かして、で、黒い皮の部分だけこう爪で引っ掛けて落としていくんですよ。まあ、これ叩くことによってその繊維がほぐれていくわけです。で、まあ、それを公開と言いまして、大体今4回叩いて、まあ、4セットっていうんですか、その叩いて広がって1回で水少し打って叩いてまた広がる、これの大体今4回ぐらいで、大体おそらく5回ぐらいで多分十分だと思います。一応まだこういう状態ではまだ固まってますんでね、これ今からみんな繊維をほぐしていきます。これ手で出して手で出して、これで往復1回ですね。メッシュの目が詰まってしまって水がね、持ってないんで。まあ、普通はトロラオイという植物の練りを使う、あのオクラみたいな練りを使うんですけど、まあ、今回は、まあ、この化学のりというのがありまして、それはもう機械好きとかそういうのに多く使われているのりです。この練りとかのりとかというのは、役目というのは接着するという、繊維と繊維を引っ付けるという役目ではないんです。でこの辺皆さんやっぱり誤解されているところが多くて、よく紙すきとかする時のでんぷんのり入れていいですかというようになると、もうひっついたらもう離れないんですよ。ひっついてしまうと困るわけですね、この紙とか見返すと、はい、ですからこれはそういう役目ではなくて、組み込みという、こういう最初縦揺り、そして次横揺りですね。激しく動かしても崩れないわけです。その練りが入ってるから。この厚さを、ね、見ながら、その残りのものはみんな捨てて、まあ、その上を整えて化粧するわけですね。これ化粧水という、まあ、捨て水とか。
で余計なものをこう捨てる。これ1時間ぐらいかけてゆっくり10分間隔でこう絞ってね、そこまで相当なの圧がかかってるわけですよ。まあこんな感じですね。できてるじゃん。まあ、こういうね、今やっぱし持ってますんで、もうこれぐらい水が抜けてますんで。で板に貼り付けてるところが紙の表になります。でこれが乾いた時はこの木目がですね紙に映ってきますので。